たき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 た。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。秋になるとオオスズメバチが日本ミツバチの群れを襲いにやってきます。オオスズメバチはミツバチの巣の中に侵入して蜂蜜やサナギ、幼虫などを全て奪ってしまいます。日本ミツバチを守るにはオオスズメバチが侵入できないように出入り口の大きさを狭くすることが大切なんです。前回オオスズメバチが入れる大きさを試してみました。10ミリの穴だとギリギリ通れるようでした。はい、ですがこちらの動画で試したのは丸い穴です。週末予報で使っている日本ミツバチの巣箱の出入り口は横長の四角です。そこで今回は日本ミツバチの巣箱の出入り口に見立てた細長い出口で試してみたいと思います。それではスタート。はい、今回は相撲に見立てた出口としてこんなものを用意しました。こちらは今隙間が6ミリになっています。手作りなのでぴったりとはなかなかいきませんが、だいたい6ミリですね。ちょっと5ミリ近いところもありますが、だいたい6ミリです。前回はこんなものを使いました。こちらは直径が6ミリ、8ミリ、10ミリの穴を開けた板です。今回用意した板も6ミリですが、やっぱりこうしてみると全然大きさが違いますね。前回は6ミリと8ミリだと全然通れなくて、10ミリだとかじって頑張ればいけるかなというところでした。こちらの穴で試した動画は概要欄に貼っておきますので、興味がある方はぜひそちらも見てみてください。こちらの板を使って前回と同じようにエンジン管にオオスズメバチを入れて、エンジン管の出口にこの板をかぶせてオオスズメバチが出られるかどうか試しています。はい、それではやっていきましょう。はい、それではオオスズメバチがこちらですね。かなり大きいオオスズメバチが入っています。このオオスズメバチは師匠が捕まえてこの網のところに入れといてくれました。この子に協力してもらおうと思います。まずは前回も使ったこちらのエンジン管ですね。こちらは中にオオスズメバチが滑らないように滑り止めのガムテープが貼ってあります。来た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 。はい、いい子ですね。来てくれました。少し元気がないので蜂蜜を先にあげたいと思います。はい、エンジン管の装着が完了しました。これでこっち側から蜂蜜をあげたいと思います。蜂蜜です。甘い蜂蜜。あ、食べてる食べてる。なんか触覚が垂れ下がると、あの耳が垂れてるウサギみたいで可愛いですね。はい、それではお腹も多少は膨れたと思うので、ここから実験に入っていきたいと思います。さあ、果たしてオオスズメバチは6ミリの相撲に見立てた隙間を通れるのでしょうか。早速噛んでますね。オオスズメバチはこの強力な顎で噛み砕いて、薄い木の板ならあっという間に広げてしまうと思います。はい、頑張って噛んでいますが、さすがに6ミリだとちょっと厳しいようですね。薄いベニヤ板を使っているので、ずっと噛んでいれば広げられないことはないと思いますが、6ミリだとちょっと厳しいようですね。はい、6ミリはさすがに厳しかったようなので、次8ミリに移りたいと思います。
こちらが 8mm に調整した板です。左側の方は 8mm あるかちょっと怪しいので、こっちはさっき測ったところしっかり 8mm あったんで、少しこの右寄りでやりたいと思います。この辺かな。よいしょ。あ、なんかもう噛み始めてるかな。わ、もう噛み始めてます。早い。ちょっと待って。よいしょよいしょ。はい、それでは。わあ、さっきよりだいぶ顔が見えますね。でもやっぱり噛まないと通れないみたいですね。少し噛むペースが遅いかな。疲れてきてるかな。ちょっと蜂蜜あげてみますか。あ、食べますね。噛んでる途中でしたが、蜂蜜の方が優先みたいですね。はい、お、大丈夫そうか。はい、8mm だったらすぐに顔が出るんじゃないかなと思ったのですが、どうやら顔もまだ出ないようですね。師匠がオオスズメバチを3匹ぐらい捕まえておいてくれたんですが、その中でこの子は一番大きい子でした。同じオオスズメバチでも個体によってかなり大きさが違うので、この子は 8mm も通れないのかもしれません。ちなみに私たちの予想だと 8mm だったら全身は通れないけど頭はすぐに出るという予想でした。はい、同じオオスズメバチでも体格に個体差があって、こちらの子はかなり大きい子なので、師匠が捕まえてくれた3匹のうち一番小さい子にも協力してもらおうかなと思います。はい、それがこちらですね。なんかあんまり小さく見えませんが、今協力してもらってる子よりは小さいと思います。遠近感ももう一つ用意しました。中に滑り止めと暗くするために外に一周巻いてあります。お、来た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 。おー、よしよしよし、 OK。 それではこの子も板に装着します。すごい、二人同じ体勢で噛み始めましたね。ちょっと分かりづらいので、こっちの子を S 子で、こっちの子を L 子にしましょうか。はい、 S 子は先ほど顔が出ましたね。板を噛んで広げる前に装着してすぐ顔が出たので、やっぱり S 子の方が少し小さいんじゃないかなと思います。ほら、顔出る。おー、ちょっと小柄なんですね。
まあ、エスコエルコだとちょっと一文字違いなので、サトコとルミコにします。こちらは噛んでいる裏側から撮っています。右がサトコで左がルミコですね。少しだけやっぱりサトコの方が小さいですね。はい、それではかなり時間も経ってきているので第2弾のハチミツタイムにしたいと思います。じゃあまずはずっと頑張ってくれてるルミコの方から。はい、少し体格が小さいサトコにも協力してもらいましたが、8ミリだとやっぱり厳しいみたいなので今度は10ミリにしたいと思います。はい、隙間の広さを1センチにしました。かなり広いですね。これならさすがに通れるんじゃないかなと思います。それではサトコとルミコここにつけていきます。はい、準備が完了しました。このまま立ててみてすぐに出れるようだったら、そのままサトコとルミコは自然に返したいと思います。それでは行きます。行け行け。寒いかな、大丈夫かな。サトコは出れるんじゃないか。おお、ルミコの顔も出ました。あれ、意外と出れない。顔の大きさも若干違いますね。出れるのに気づいてないの、そんなことある。ちょっと一旦蜂蜜で誘ってみます。サトコ、蜂蜜だぞ。うわ、頑張ってくる。サトコ、サトコ出れないのね。え、蜂、サトコ噛むのに夢中で蜂蜜。あ、おほら、こっちおいで。出れるよ、サトコなら出れる。おいで。きた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 。うおー、出てきた。サトコ脱出です。おめでとう。笑わせないでください。おめでとう。サトコ、あー、ちょっと逃げてもいいんだよ。あ、まあまあまあ、でも一応ね、お家まで帰れる体力をつけてもらうためにハチミツはまああげときましょうか。ルミコはちょっと厳しいか。ありがとね、サトコ。普通に通るだけだと。そうだね、すれば噛む必要はなかったのかもね。じゃあサトコ、ありがとう。あ、姉妹だから栄養交換してるね。サトコとルミコは姉妹です。あ、ごめん。あ、ルミコもいけるんじゃないか。あ、ちょっと、サトコ、あ、わー、ルミコも出れた。よかったね。おめでとうございます、ルミコさん。ここに蜂蜜があるので、どうぞ。ここです。ちょっと怖い。おー、怖い怖い怖い。おー、よかったね、出れて。感動の再会です。ちょっとどうしてこれ。そこに蜂蜜があるので食べててください。怖っ。あ、見つけた見つけた。そうそうそう、それお礼です。食べてってください。どうぞ、これもどうぞ。あ、ルミコ、行っちゃうの。バイバイ、ありがとう、ルミコ。はい、実験が終了しました。オオスズメバチたちは6ミリと8ミリの隙間は通れないようでしたが、10ミリはあっさりと通ることができました。オオスズメバチの働きバチの大きさは今回のサトコとルミコもそうでしたが、3センチから4センチくらいで結構個体によって体格差があるんです。もっと小さい働きバチだったら8ミリでも通ってしまうかもしれません。
週末予報ではオオスズメバチが通れないようにニホンミツバチの巣箱の巣門の高さを7ミリに推奨しています。7ミリの幅でミツバチは問題なく通ることができますし、加工の精度も考えて7ミリの高さをおすすめしています。ですが作るときに多少広くなってしまっても大丈夫ということが分かりましたね。また今回動画で見たようにオオスズメバチが強力な顎で噛んで入り口を広げてしまうので注意が必要です。週末予報で使っているように鉄の相撲を使うことをおすすめします。木の相撲を使っている方はオオスズメバチが噛むのは主に上側なので、上側にアルミ缶を切って貼り付けるだけでも効果があります。ニホンミツバチの場合はオオスズメバチの侵入を防ぐことができれば、オオスズメバチの被害をほとんど防ぐことができます。スモンの他にも重箱と重箱の間の隙間などから侵入してしまうこともあるので、そういった隙間などにも注意するようにしましょう。はい、以上がオオスズメバチは何ミリまで通れるのでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、ニホンミツバチを趣味で飼育するためのノウハウや、ニホンミツバチやスズメバチの生態を紹介しているので、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画が参考になったという方は、ぜひ高評価もお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。